KC-45 は、米ノースロップグラマン社と、オーイズ社が、共同開発を予定していた、空中給油機権輸送機である。元の機体は、民間航空機である、A330 から200の軍用基盤のエアバス A330MRTT と呼ばれている、空中給油機であり、米空軍向けに派生設計された機体に対して、KC-45A という米国側の、 形式名称が与えられているものである。KC-45A の元となったエアバスの A330MRTT アメリカ空軍が現在使用している KC-135 ストラトタンカーの後継機として KC-X という名称で開発、導入計画が進められており、KC-45A 案は、米ボーイング社の KC-767 案と共に 米空軍への採用を争ってきた。2008年2月29日に一度、米空軍から KC-45A 案を選定したと発表された後、6月に米会計検査院から、この決定に対して見直し勧告が行われたため、KCX の選定作業は振り出しに戻った。2011年2月24日、再選定により、国防総省は、 KC-46A の採用を決定したため、KC-45 は不採用となった。KCX も参照1990年代後半から、アメリカ空軍は老朽化した原油 KC-135 ストラトタンカーの後継機として、KCX の選定計画を進めていた。米空軍では、KC-135E だけでなく、KC-135R と、 KC-10A e x t e n d r c 1 3 5電子偵察機、特殊電子戦機、E-8CE ジョイントスターズ早期警戒完成機、等の現在運用中の多くの機体の更新も今後必要となっており、今回の入札に関与している世界の二大航空機、メーカーグループでは入札対象となる、KC-135R 大替用 KC、 X の179機だけでなく、最大600機ほどのビジネスチャンスを見込んでいる。2003年頃に KC-767 が KCX に選定されかけたものの、経済性の再検討やスキャンダルなどもあり、選定の決定は見送られた。エアバス A330MRTT の開発を進めていた OE's 社は、 この KCX 選定に応札することを考えるようになり、2007年1月30日に国防総省がプロポーザル入札を発表すると、米ノースロップグラマン社を主契約者として、両社は連帯して KCX 選定計画に応札参加した。この時の機体名称は KC-30T を用いた。ノースロップグラマン。 イーズ連合の KC-30T 案は対抗機であるボーイング社の KC-767 案よりも大型の機体であり、給油と貨物の搭載量の面では優位であったが、ヨーロッパの普通、独主導のエアバス製という多国製の航空機であることによる環状面や雇用面の問題があった。実際には、大エアバス社は最初の5機の機体を除けば、 アラバマ州のモービルにあるイーズノースアメリカ社の新工場で製作される予定である。KC-30T 案の米国から見た国産化率は50%ほどであり、一方の米ボーイング社の KC-767 案では B-767 が米日位の共同開発のために元の機体の国産化率は70%ほどであり。 軍用機への変更分を入れても80%程度と見積もられている。さらに、イーズ・ノース・アメリカ社の新工場では、民間機の A330 が製作され、アメリカから海外へと輸出される予定である。KC-30T 案では、米空軍の空中給油方式である、フライングブーム方式の実績がないことも問題になった。2008年2月29日に、 KC-30T 案を KC-45 として次期空中給油機に選定したことを発表した。発注機数は179機。しかし、ボーイング社やボーイングの工場がある地元の米国会議員たちは、この決定が不当であるとして会計検査院に抗議を行った。2008年6月18日にガオから選定過程に重大な誤りがあり、 問題があったとの裁定が下されたため、選定は振り出しに戻ることとなった。米国防総省は、ガオの勧告を受けて、2008年7月9日に、空中給油機179機、総額350億ドル相当の再入札を始めた。最終の入札は、2011年2月に行われ、ノースロップグラマン、イーズではなく、ボーイングが落札、 KC-46 が採用され、KC-45 は不採用となった。KC-45A 案が KCX 計画に採用されたらならば、以下の工場で生産されることが計画されていた。初期生産5機の機体は、フランス・トゥールーズにあるエアバスの工場で行われる。その後の量産は、モービルの工場で行われる計画となっている。 初期生産のうちの4機のシステム開発試験機の貨物機への改造は、独ドレスデンで行われるが、それ以降の5機目からは、米アラバマ州モービルの新工場で貨物機への改造が行われるため、6機目からは、機体製造と改造は共に、モービルの新工場で行われることになる。エアバス A330MRTT も、参照エアバス A330 から200回を、 母体とした機体であり、これに空中給油設備が取り付けられている。主翼にはイギリス製の空中給油ポッドが左右各一機ずつ、胴体末尾にはフライングブーム式、プローブドローグ式の両方の設備が取り付けられている。給油用に使用される燃料は機体分から割り当てられ、上部、下部デッキに給油用燃料タンクは増設されない。デッキは人員、 貨物輸送任務専用として使われ、搭載貨物は軍用パレットに対応している。ベース機体が貨物型なので、全部胴体下限に大型貨物扉がある。ありがとうございます。